元社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長、元日本移植学会理事長、九州大学生態防御医学研究所の創立者、九州大学医学部卒業、九州大学大学院に修了。野本教授は、生命科学を理解するための新しい学問領域として、生態防御学を提唱し、 その理論体系である生体防御論の確立と科学的実証を行ってきた。生体防御論では生体防御機構を外来異物あるいは異物的事故を排除することにより生体の向上性を維持するメカニズムの全体と位置づけている。現在ではこの生体防御が学術用語として定着し大きな学問領域として認知されるに至った。 野本教授の提唱した生態防御論により生態が異物を排除するメカニズムを実際の生体内の反応に即して理解する方法論が初めて確立した生態防御論が提唱される前は異物排除のメカニズムを抗原毒異的免疫反応のみで説明しようとする風潮があり生態防御機構の基盤となるべき 人食い的防御反応の重要性が見過ごされがちであった。また、生体防御機構の重要なターゲットは微生物や腫瘍など、それ自身の生物活性が生体防御機構に多く影響を及ぼす異物であるにもかかわらず、旧来の免疫学では生成タンパクなどに対する反応が研究対象の中心であり、実際に 生態防御機構が異物と戦う状態とは大きく、乖離していた。野本教授は、生態防御論の立場から、感染や腫瘍に対する防御機構を解析する、ことにより、現実に即したダイナミックなシステムとして、生態防御を把握し、この学問分野の進展に大きく寄与した。この生態防御論に基づく研究から、生態防御機構を理解する上で根幹となる、 重要な概念が生み出された。連続的バリアー、非重論的位置づけ、場選択性がそれである。連続的バリアーとは、異物侵入後、強時的に異なったエフェクターが働くことにより、効率の良い異物排除が起こる現象を示す。連続的バリアーの研究で明らかとなった、重要な業績として、プリミティブ T 細胞反応の発見が挙げられる。 非重論的位置づけとは、異なった異物の排除には異なった生体防御エフェクターを必要とすることを明確にした概念である。病原体の病原性の違いにより必要とされる生体防御エフェクターは異なっている。このような観点から生体防御機構を見る視点は、臨床的に感染等に対処する際に重要なアプローチであり、 実際にこの概念を応用して各種のバイオロジカルレスポンスモディファイヤーの開発と臨床応用に大きな成果を上げた。さらに、場選択性とは生体防御反応が起こっている場において初めて生体防御を活性化、調整する分子が有効に働くことを示した概念である。これらの研究活動を通じて野本教授は 多数の優秀な研究者を育て、各大学の教授として、第一線で活躍する、文科生を多数輩出している。野本教授は、脳死臓器移植の土台となる、脳死に関する理解を国内に広げて、臓器移植法の成立に寄与し、それを支える、日本臓器移植ネットワークの骨格となるルールや、体制を作り上げた人物である。野本教授は、 臓器移植法が取り沙汰され始めた1980年代後半から制定されるまで約10年さらに制定されてから安定した体制が出来上がり必要ない療行為として日本人に受け入れられるまでその推進の支柱であった1980年代脳死による臓器移植は欧米諸国では日常医療化していたが日本では移植技術や知識 体制において世界トップクラスのレベルにあったにもかかわらず、腎臓や角膜などごく限られた移植しか行われず、大きく遅れをとっていた。それは腎臓や角膜以外の臓器等は脳死状態のドナーから摘出し移植することが必須であったが、脳死を人間脳死とすることに対し国民的理解がなかなか得られなかったからである。日本医療における 従来の死は死の三兆工であり脳死は脳の主な機能が回復の見込みがない天死状態に陥った時をもって死としている人工呼吸気筒の発達に伴って人はたとえもう意識が戻ることなく自力で呼吸ができなくても心臓が動いて肌が温かい状態を一定期間保つことができるその状態を死として受け入れることは日本人には 難しい問題であった。しかしながら、国内で移植手術が受けられず海外で移植手術をする場合は、海外のドナーから臓器提供を受けなければならないが、どの国でも移植を待つ患者は多い。そのため国内での臓器移植を進めない日本への海外の批判が高まった。また海外での移植手術には巨額な費用が必要であり、移植患者や 家族の経済的負担も大きかった。そのような背景から、臓器移植推進の機運が高まり、1985年、厚生省科学研究班は、脳死判定基準発表。1988年には、日本医師会生命倫理懇談会が、脳死移植に関する報告書を発表した。この年、野本教授は、 日本移植学会の学術集会学会長に就任し国民の理解を得るために市民参加の公開シンポジウムを全国14カ所にて開催。野本教授の公開シンポジウムの主なテーマと討論時代の変化1990年日本移植学会内に臓器移植推進特別委員会発足同年総理府に脳死と 臓器移植に関する臨時調査会発足1994年4月臓器移植法案が国会へ上帝1996年9月臓器移植法案廃案1996年12月臓器移植法案が再び国会へ上帝この時期日本移植学会理事長だった野本教授は医療会からの要請を受け医学会患者団体 宗教会、マスコミなどをまとめ上げ、議会、国民世論は、臓器移植賛成が過半数までに達した。1997年10月、臓器移植法が、施行1999年3月、国内初、脳死ドナーによる、臓器移植第一例臓器移植法施行から実際に、脳死移植の第一例が出るまでは16ヶ月もの空白期間があった。この期間、 野本教授は、さらなる、国民の理解を得る得るため全国30カ所をめぐり、脳死、臓器移植の意義を説いて普及 PR に努めた。国内初の脳死臓器移植の様子はマスコミで大きく、報道され、臓器移植に対する国民の関心は一挙に高まった。社団法人日本人臓移植ネットワークを前進と、する。 公益社団法人日本臓器移植ネットワークは日本で唯一ドナーとレシピエント患者と医師をつなぐ機関である。野本教授はこの中で脳死移植に関する厳格なルールを作り上げ、それを最新の注意と心配りを持って遵守する強固な体制を敷いた。これはより多くの移植を望み請求に前進しようとする。 医療界、患者団体を抑えることとなり、強い反発も多数出た。しかし、結果としては事故を未然に防ぐことで着実に実績を積み上げ国民の信頼を得ることの布石となった。日本臓器移植ネットワークの元教授が目指した、日本の脳死臓器移植の特徴1、臓器提供医師表示カード臓器を提供する側は、他国で使用されているドナーカードではなく、 臓器提供意思表示カードを用い、臓器を提供するだけでなく、提供を希望しない意思表示もできるようになっている。臓器を提供する意思がない場合は、脳死判定を受ける意思がないことの表示ともなる。2.3原則、フェアベストオープン構成、ドナーからの臓器の提供は社会への貢献という考えを基礎に、臓器移植法施行当初は特定の個人に当てた。 臓器提供は禁止されていた。それにより移植を希望するすべての人々に対して、機械の公平性が保たれ、営利目的の臓器圧旋や売買等、個人宛ての臓器移植を希望しての自殺等を禁止する、抑止力とする。最善、臓器移植は、専門性の高い高度なチーム医療であり、それぞれが誠意と真心を持って、最善の力を尽くす必要がある。 情報公開、臓器移植に関しては、規定に沿った詳細内容を記録し保管する。ドナーや、レシピエンドの個人情報に配慮した上で、透明性を確保し適切な情報を発信する。この基本姿勢の上で、日本の脳死臓器移植は、ただの一件も、医療ミスや重篤な事故もなく、日本に浸透し社会的信用を得た。それにより臓器移植法は、 改正が行われ、着実な前進を続けている。2009年7月臓器移植法改正現在2012年6月、国内初6歳未満の脳死ドナーからの臓器移植、第1例6歳未満については、成人より、脳死判定が難しい15歳未満、6歳以上よりさらに厳しい判定が必要である。そのためなかなか第1例目が出なかったが、 臓器移植法改正から3年をもって、貴重な第一例が出た。2015年6月に、野本教授は、日本臓器移植ネットワーク理事長を退任したが、日本の臓器移植に及ぼした大きな影響は、現在も受け継がれている。平成28年11月9日、現在、脳死臓器提供ドナー412名。その412名からの臓器移植件数、 心臓309件、肺326件、心肺同時3件、肝臓356件、肝腎同時9件、膵臓52件、膵腎同時224件、腎臓512件、小腸14件、合計1805件。野本教授は、公益財団法人日本医療機能評価機構の、 医療事故担当特命理事として、日々進化を遂げる日本の医療事故防止対策の現在前線で活躍した医療技術のみならず、医療機器、薬品等の新しい技術や物品が次々と導入され、医療現場は複雑化し続けている。それに伴って、従来経験しなかった出来事も発生し、医療事故の増加という負のイメージが生まれた。このイメージは、 患者サイドには医療への不信を、医療サイドには難問に巻き込まれるかもしれないという不安につながり、社会全体においては生命をめぐる医療が不幸な方向へと進むことになりかねない危機的な状態だった。厚生労働省は2001年10月から日あり、ハット事例を収集、分析し、その改善方法等を医療安全に資する情報を提案する。 医療安全ネットワーク整備事業を開始した。厚生労働省は準備の成果に基づき、2004年9月21日付で、医療法施行規制の一部を改正する省令を交付し、特定機能病院などに対して、医療事故情報の報告を義務付けた。 その動きに連動して、2004年7月、公益財団法人日本医療機能評価機構内に医療事故防止センターが設立され、2004年10月から法令に基づく医療事故の情報収集を開始し、野本教授は医療事故担当特命理事として本事業のリーダーを務めることとなった。野本教授は新しい活動を起こすときは、 基本的な理念哲学が必要であるとの考えから、川の流れと洪水の防止対策をモデルとして、情報提供医療機関の選定、自己情報収集や収集した情報の公表に、必要な規定やルール等のシステムを構築したれた。1、自己情報収集の考え方患者は、被害者、医療機関は、加害者という捉え方では、安全な医療システムは構築されない。 両者の協力によってのみ、医療安全が達成できると考え、活動プランは構築された。また、大きな事故のみを取り上げるのではなく、医療行為全体を川の流れとして把握し、源流から大河に至るまでに存在する要素のすべて、取り上げることで、大洪水に至るのを防止することとした。2、情報提供医療機関一報告義務。 対象医療機関国立研究開発法人及び国立ハンセン病療養所独立行政法人国立病院機構の開設する病院学校教育法に基づく大学の付属施設である病院特定機能病院2016年における 報告義務対象医療機関数276施設に参加登録申請医療機関報告義務対象医療機関以外の医療機関であって医療事故収集分析提供事業に参加を希望する医療機関2016年における参加登録申請医療機関数755施設3報告書年報と医療安全情報役割分担や 情報収集の方針は当事業の運営委員会で決定し医療安全の専門家を中心とする総合評価部会において具体的な対応や情報の分析を検討し事業を推進する。参回医療機関の自己対応能力を高めるため各種の研修会を行っている。報告初年報はある程度包括的な内容を記載し事故防止や 自己対応の具体例や活用する目的で作成している。医療安全情報は収集された情報を分析し、特に告知すべき事例やポイントを分かりやすくまとめ、図評化している。野本教授が携わった、情報公表事例報告事例数、医療事故2126事例、ヒヤリハット47457、事例医療事故防止の一環として、 薬の適切な使用も重要ポイントであることから、全国の薬局からもヒヤリハット事例等を収集、分析し、薬局の医療安全対策に有用な情報を広く提供している2014年度に、全国約5万7千件の薬局のうち、事業に参加しているのは8千件余り。薬剤の使用において、多くのポイントの様々なレベルの問題が報告されている。 ABC、読売年間2016年版、P379 注目集める、免疫ミルク、野本菊を九州大学名誉教授に聞く、全国農業新聞、2003年8月29日。吉海康信ほか、九州大学百年史、時代音説、免疫医学部門より引用吉海康信ほか、九州大学百年史。 第4節、免疫学部門より引用、野本菊を、臓器移植ダイヤモンド社、1999年10月初版発行、日本臓器移植ネットワーク https コロンスラッシュスラッシュ www.jotnw.or.jp スラッシュ datafile スラッシュ offer スラッシュ index.html 公益財団法人日本。 医療機能評価機構。医療事故情報収集当事業 http コロンスラッシュスラッシュ www.med-safe.jp スラッシュ参加登録医療機関 http コロンスラ<タ>ッシュスラッシュ www.med-safe.jp スラッシュコンテンツスラッシュレジスタースラッシュインデックス html 薬局ヒアリハート事例収集。 分析事業 http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp スラッシュ。ありがとうございます。